皆さんおはようございます。美しい国日本のためにの時間であります。今日は日本の賃金ということについてお話をしております。全般でお話ししましたことは、欧米と比べて日本の賃金は半分あるいは半分以下だというお話をしました。そしてまあこれにはいろいろ理由原因があるかもしれないが、まあ私の考えとしては、労働組合がこのストライキをしない、実力行使をしないということが大きいのではないかというまあ私なりの意見を述べたわけであります。そして欧米ではですね、賃金とは勝ち取るもんだという、まあ別にそんなことは私が言わなくてもですね、言うほどの話ではないんですよ。賃金というものは勝ち取るもんなんですよ。これがもう欧米の、欧米というか日本以外と言うべきですかね、日本以外の国は賃金とはね、憲法に定められた自らの権利を行使して勝ち取るもんであるということなんですよ。これはもう誰も口に言うほどの話ではないなくてですね、1たす1は2みたいな話なんですよ。さて、日本の労働者にそういう感覚があるかどうか、まあ労働者を代表とするですね、日本の労働組合に賃金とは勝ち取るもんであると、まあいきなり実力行使をしなくてもちゃんとですね、交渉をして、話し合いをして、解決できればそれに越したことはないわけですね。まあ最近もですね、いわゆる経営者の代表とそれから連合とですね話し合って、3% だか 5% だか上げるとか言ってですね、それでシャンシャンということになったわけなんですが、アメリカの自動車労連が要求しているのは、要求は 40% で落ち着くところが 30% ですよ。日本の連合さんが経営者とお話しているのは 3% か 4% 5% になったら涙を流して喜ぶという、こういう話なんですよ。まあ日本は島国ですから、よその国でストライキやってるのがいろいろ見えないという点もあるかもしれませんが、まあ今は、アメリカの労働組合のこのストライキ画像となって日本にも流れてますし、フランスのですね黄色いジャケットを着たストライキ、これもまあたまに日本の映像となって日本で、まあ見ることができますが、まあ予想はですね、毎日とは言いませんが、断るごとにストライキが起きてるわけなんですよ。そして日本に伝わってくるのは、まあ今回の自動車労働組合のですね、ストライキというのはですね伝わってきたんですが、それぞれよそのヨーロッパその他でですね、それこそ毎日のように起きてるストライキの報道はないんですよ。だからまあ日本にいるとですね、まあアメリカの今回の自動車労働組合のストライキはですね、まあ年に一度起こったことだと、これ日本で報道されるのはこれ珍しいから報道されるんだと、ね、これは確かに一理ありますね。毎日ストライキが起きてたらですね、これ毎日ですからニュースにならないですね。ニュースっていうのは読んで字のごとく新しいことでなければいけないわけなんです。年から年中起こっていることは一つも新しくないわけなんですよ、ね、だから報道されないという、まあ漠然とした常識みたいな、あるいは漠然とした認識がありますから、アメリカの労働組合のですねストライキが認識その他でいろいろ報道されると、へえアメリカでもストライキやるんだとまあ普通思ってしまうんですね。今度は翻ってですね、だから日本もやらなきゃならないというふうにならないんですよ。まあこれプロパガンダというか言論統制とは到底思いませんが、まあ、実際そうなってしまうわけなんですね。島国ですから。
いろいろ外国にあることがですね見えないんですよ。だからいろいろメディアを通して以外に見ることができない。そしてメディアはいろいろ選択してですね、日本の国民に影響を与えることをその他もろもろ考えてですね、報道しますから、まあその結果はですね、まあその結果かどうかは知りませんが、日本では日本経済死にたいと言われ始めてから今日に至るまでストライキはなかったと、こういうことなんですよ。で、まあアメリカの方、欧州の方をストライキするとですね、それこそ賃金は勝ち取るもんだということで、確かにですね、要求の 100% は勝ち取らなくてもですね、7割8割は勝ち取ってきて、それがずっと続いてきてるわけですよ。で、ふと気がついたら日本の賃金、最低賃金は1000円、アメリカは2200円と、こうなっただけの話なんですよ。ね。このことをですね、これ真実ですからね、よく認識しなければならないと。そしてもう一つ重要なことはですね、まあ今現在インフレですからね、インフレになっている時に賃金が伸びなかったらどういうことになるかっていうことなんですよ。もう国民はある意味では悲劇ですね。賃上げが思うような賃上げがない、つまりインフレに追いつくことができないね。インフレ率を超えるような賃金上昇があって初めてですね、まともに生活ができるわけなんですよ。で、アメリカの場合はですね、去年から今年の、これアメリカ全体の話ですが、賃金の上昇率は 5% 以上なんですよ。で、今インフレが収まってきまして 3.7% ぐらいまで落ちてるんですよ。ですからもう賃上げ率の方がインフレ率より高いんですよ。そして一旦上げた賃金というのは下がりませんからね。しかしインフレがこれから落ちていくわけなんですよ。だからアメリカの経済は健全なんですよ。これだけ利上げをしてもですね、アメリカの消費は衰えない。ね。それは実質賃金が上がっていて、しかも上昇率がインフレ率より高いからなんですよ。ね。だから、アメリカ経済がこれだけの利上げの中にあって、ね、普通利上げがこんなに続いたらリセッション、不況になるんですが、不況どころか景気がいいと、こういう、これはどこにあるかと、賃金が上がってるからなんです。だから日銀の植田総裁がね、悩ましいのは日本の賃金が上がらないことだと、まあはっきりそうは言いませんけどね、それぐらい強く言うと労働組合何やってんだというふうになりますから、そうすると労働組合からまたお叱りを受けますから、そうはっきりものは言いませんが、まあ非常に心配だという言葉を使ってるわけなんですよ。日本の実質賃金が上がらないことが非常に心配だと、こう言ってるわけです。どこに責任があるんですか。実質賃金をなぜ勝ち取らないんですか、ね、実質賃金を勝ち取るパワーを持ってるのは労働組合じゃないですか。一人一人の労働者がですね、泣いてわめいて叫んだところで何も起きませんよ、ね、労働組合が、ね、ストライキをしてそこらの賃上げをしない工場は全部閉鎖状態に追い込むぞと、こう言われたらですね、日本の企業、まあ一社二社の話じゃなくて日本の企業全体の話ですが、日本の企業の余剰金ね、何も使う必要のない余剰金っていうんですよ、余剰金。これが概算、300兆円から計算の仕方によっては500兆円ぐらいあるんですよ、ね、GDP が500兆円とするならば 100% 余剰金を持ってるんですよ。で、アメリカの方はどうかっていうと、やはり日本と同じようにですね、アメリカの企業も相当余剰金持ってるし、個人も余剰金を持ってるんですよ。このコロナでいろいろアメリカはですね、国民に援助していろいろな支給をしてますから、そういうのがたまってですね、国民も余剰預金を持ってるし、企業はですね、まあ日本円換算で500兆円を超える余剰金を持ってますよ、ね、だ GDP 比から言ったらですね、日本の企業の GDP 比は 100% ですよ、ね、アメリカが500兆円、アメリカの GDP は2000兆円ですからね、
25% ですよ。日本は 100% ですよ、ね、これ使い道のないお金ですよ、うん、賃金が上がらなければ上がらないほど企業の方には余剰金がたまっていくという、これ当たり前の話じゃありませんか。ここまで、はっきりしていてもですね、まだ賃金を勝ち取ろうという気分にならないというか、勝ち取ろうという動きが日本にないんですよ。これは困ったことですねと私は思うんです。で、いろいろ考える、なぜだろうかっていろいろ考えるんですが、やっぱり日本の文化の中に金持ち喧嘩せずというのがあるんですよ。これストライキやるっていうのは労働組合が経営者に対して戦ってるわけですから、喧嘩するわけですからね、喧嘩なんですよ。労働争議、ストライキ、実力行使、これみんな喧嘩なんですよ、ね、だから喧嘩はしない。なんで喧嘩しないんですか。金持ちだからしないんですよ、ね、それだけの話なんです。まあ具体的にですね、労働組合のお偉い方がですね、どんなマンションに住んでるか、そんなことは私あまり知りませんけども、もし実質的に金持ちでないなら金持ちの気分になってるんでしょうね、労働組合の幹部の方が。本当に大金持ちなのか、あるいは気分だけ金持ちになってるどうか知りませんけども、いずれにしても金持ち喧嘩せずね、だから労働争議は起きないという、まあ私なりの私よがりかもしれませんが、そんなふうに考えてるわけであります。では労働者はですねどうなんだと言いますと、まあ労働者といっても国民ですから、国民の大半を占めるのが労働者ですから、日本の国民のですね、金融資産は世界で飛び抜けて大きいんですよ。2000兆円ありますから、国民の預金ですよ、金融資産ですよ、金融資、まあ、そのうち預金が半分、現金預金が半分ぐらい、だから1000兆円が現金で、あと1000兆円が株とか、いろいろ土地とかですね、資産ですよ、金融資産ですよ、ね、これ2000兆円と言いますと、GDP 比の4倍ですよ、400% ですよ、世界中どこ探しても、国民がその国の GDP 比の4倍の金融資産を持ってるなんてことはもう奇跡的な、まあ、そういう話を私よくアメリカでレクチャーでやるんですけども、誰も信用しません。増田さん、まあ日本のいい話をするのは結構ですが、まあそこまで日本人が金持ちだ金持ちだっていうことはないんでしょうかって嘲笑されましたよ、ね、だから仕方がないからちゃんとデータを示しましたよ、そのレクチャーの中で。だからみんな腰抜かして驚いてましたよ。日本人ってな金持ちなんだなと、こういう話になる、うん、でどういうことでしょう。金持ち喧嘩説です、ね、まあこれ困ったことなのかいいことなのか分かりませんが、日銀の総裁が心配してらっしゃるんですから、実質賃金が上がらないのは一番困ると、こうおっしゃってるわけですから、上がらなければいけないんじゃないかなと私も思いますよ、ね、ならばどうしたらいいのかというならば、欧米に見習って、ね、日本の最低賃金の倍以上の最低賃金を払ってる国に見習って、ね、賃金とは貸し取るもんであるというふうにもう一度考え直して、労働組合、それから経営者連合代表、ね、これが本当に日本のためということで、この賃上げの交渉をすべきではないか、そして拉致が開かなければ欧米に見習って実力行使というのが道ではないかなと私なりに思っている次第であります。では今日はこの辺で終わりといたします。